はい、琵琶湖ガイドニックネームなすびです。よろしくお願いします。1月の6日で、なすび TV が更新途絶えてたと思うんですけど、その続き、本日までのお話をちょっとしていきたいと思います。1月の7日の日曜日は、なすびガイド日だったんですけど、爆風により、今回延期中止とさせていただきました。ご理解いただいたゲストさんありがとうございます。またリスケありがとうございます。で、1月8日の月曜日ですね、まあ祝日、まあ、成人の日か、祝日だったんですけど、1月の8日の月曜日は河合さんに遊びに来ていただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。で、その1月8日の日は結構雪が降ってたりとかして、かなり寒い一日で、で風も強い予報ではあったんですけど、7日中止にした時は南湖ですら風が強そうなので中止にしたんですけど、1月の8日は南湖だったらできるんじゃないかと思い、できるんじゃないかというかできると思い、風が弱い予報だったので南湖は、ガイドを決行しました。で、まあ、雪が降ってたんですけど、雪が降ってる日は釣れるって言われてますけど、朝一マリーナが北なんで、北湖南エリアを最初攻めていきました。で、攻めていったんですけど、2号位しか釣れずに、釣れなかったので、そのまま、南下して南湖に入りまして、で南湖で 数ヶ月ぶりじゃない、久しぶりに南湖で釣りをしたんですけど、結構冷え込んでたので水温も一桁台ですし、メタルバイブを握りしめて、行ったんですけど、意外とウィードが結構生えてて、今年はやっぱ当たり年なんじゃないかなと思います。ウィードがめちゃめちゃ生えてますんで、南湖はで、水も安定してますし、メタルバイブをやめてスイムジグに切り替えました。で、カーバーのイズムから出ているカーバーの2分の1オンスから8分の5オンスぐらいの重さを使って、スイングインパクトファット4.8 インチを河合さんに巻いていただくと、ウィードエリアでひたすら巻いていただくと、すぐさまバイトして、河合さん無事に46センチ、2024年初バスを釣っていただきまして、で、その後僕はカーバーにブルフラット 4.8 インチをつけて、ちょっと規定列なセッティングかもしれないんですけど、試しで巻いていくと、バスが水面に出てくるぐらいまで出てきたんですけど、残念ながら食わなくて、結構活性高いなと思いながら、しばらく巻いていくと、今度河合さんにスイムジグで60センチちょうど釣り上げることができました。河合さん2024年初60というか人生初60ですよね。ナスビガイドで今年の目標は60を釣るぞと意気込んでくださった河合さんだったんですけど、いきなりナスビガイドで新年一発目釣れまして、本当に嬉しく思います。おめでとうございます。で、それで余裕の早上がりというか、普通に上がりましたということで、河合さん、あれでしたね、さすがの一言でした。で、何個結構釣れるんじゃないかなってちょっと思いますね。結構クオリティの高さを感じましたね。今年の冬はチャンスなんじゃないかなと思います。で、1月の9日は、ガイドではなくちょっと湖上には出ていなかった出ていなくて、で1月の10日本日ですね、水曜日、本日は吉村さんに遊びに来ていただきました。いつもありがとうございます。ほぼというか必ず、去年から毎月来てくださってる吉村さんなんですけど、その前回河合さんとの会で、スイムジグで調子の良かった南湖の記憶が新しいので、本日は風が弱く、本湖も行けるんですけど、いきなり南湖に入りスイムジグを巻きました。で、結構釣れそうだなと思うエリアを3回流したんですけど、僕に一発カーバーの2分の1オンスにデプスからバンブルシャットっていうシャットテールワームがあるんですけど、そのバンブルシャット6インチをつけたスイムジグセッティングで僕にバイトが一発あって、で、それっきりで何もなく、で、僕はスライドスイーバー250とかもちょっと投げてたりとかしたんですけど、1回だけバスがついてくる映像が映ったりとかもして、それっきりでちょっと終わっちゃいまして、で、ちょっと見切りをつけて、ずっと何個でスイムジグやっててももちろん良かったんですけど、北でちょっと今
バスを高確率で釣れるパターンがあるんで、そっちの方が可能性は高いかなと思い、ホッコに今日は走っていきました。で、ホッコの15メートルから20メートルぐらいのディープエリアで、今日も魚がたくさんいたので、そこでキンクエア 4.8 インチの 1.8 グラムのネコリグ、まあ、最近だとこのスイムジグ、そしてブルフラット 5.8 インチのフリーリグ、キンクエア、この3つが大きく使ってるんですけど、まあ、今日はスライドスイマー投げたりとか、まあ、カバースキャットの 3.5 インチを投げたりとかもしたんですけど、まあ、そこぐらい、その辺りがメインかなと思います。ホッコのスメルトヘッドのスイムジグだったり、まあ、ミドストだったりもするんですけど、ここ数日は意外と出番がないかなと思います。さっき言ったまあ、ネコリグ、キンクのネコリグ、カーバーのスイムジグ、そしてブルフラットでカバースキャット、まあ、この辺りが結構今メインなんじゃないかなと思ってます。で、まあ、話は戻りまして、吉村さんとホッコに行き、まあ、15メートルから20メートルぐらいのディープエリアでキンクエア 4.8 インチで3連発しまして、無事吉村さん、琵琶湖2024年初バスおめでとうございます。さすがでした。で、それからまあ、いろいろと点々とブルフラット 5.8 インチをやっぱりね、バスが今日も釣れてるんで安心して、ブルフラを強気に攻めれるわけなんですけど、ブルフラ 5.8 インチの2分の1オンスのフリーリグをひたすらやったんですけど、今日はダメでした。いつも何かしらバイトあるんですけど、今日は何もなくて結構ね苦戦しました。まあ、まあ何にせよ、まあ、今日はキンクエアでバスが釣れてくれて、ちょっと嬉しくは思います。吉村さんも楽しんでいただいたのが伝わってきて本当に嬉しく思いました。また次回もよろしくお願いします。ということで、1月の、7日、8日、9日、10日の、まあ、ガイドしたのは7日と、じゃ違うな、8日と10日なんですけど、まあ、そのナスビガイドのお話でした。皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。